はい、えー、どうも皆さん、こんにちは、久保です。はい、ちょっと久しぶりの動画で、ちょっとどうやって話していこうって感じなんですけど、ちょっとしばらくですね、今動画をお休みさせていただきました。えー、っと、一番最後に動画を上げたのが、えー、っと、3月20日から24日の分のルーティン動画で多分終わっていて、そこから3月の最終週と4月の第1週の動画、まあルーティン動画出してないっていう形で、 まあちょっといろいろバタバタしておりましてまあちょっともう最初に言ってしまうと4月1日からですねちょっとまた転職したんですよ、まあ、その転職したってこともあってあ結構バタバタしてちょっと動画撮ってる暇とか編集してる暇がちょっとなくてですね、あのー、はいあのルーティン動画出してませんでしたって話ですね で、ちょっと僕の動画を結構前から見ていただいてる方からするとえまた転職したのみたいな感じになると思うんですけどはい転職しました、まあ、ちょうど1年半で前の会社を辞めたっていう感じで、まあ、ちょっと何で辞めたかっていう話をちょっとしていこうかなっていうふうに思うんですけど、まあ、ちょっとこの話話すと長くなっちゃうので超簡潔といいますとえっと前の会社に残っててもちょっと僕の あの目標に届かないなって結論になってしまいちょっと急遽転職したっていう形になりますでその目標が何なのかって言いますとちょっと汚い話年収の,の部分になるんですねでちょっとその年収っていうのがちょっと正確にお金言うとちょっと汚い話と言いますからちょっと僕の年収がバレてしまうのであのなんとなくねちょっと皆さんのご想像にお任せするんですけど はい。あの、僕がですね、えっと、26の時に、エンジニア始める時に、まあ正直ちょっと自分にあまり自信がなくて、その IT 業界でやっていけるとか、まあ学歴もないですし、勉強とか全然できなかったので、まあでも、あの、どうせっかくやるんだったら、30になるまでにこれだけの金額を稼ごうっていう目標設定を立てたんですよ。で、えっと、まあ最初の26、27っていう、あの、違う会社に行って、 で、28、20区って言って、前の会社にいたんですけど、ね、その目標、まあいろいろ目標は他にもあったんですけど、まあ一番最初にその延期に始めた時はその目標、年収これだけ稼ぎたい、みたいな目標がすごい定まってまして、そう、この YouTube 始める前からね、そういったものをすごい目標に描いて活動してたんですけど、まあその転職、前の会社転職した時は、その、 より、あのー、自分こういう技術を扱っていきたいこのぐらい稼げるようになるのにはこのぐらいの技術がないとダメだっていうので転職したんですけど、まあ、ちょっと今回の昇給がちょっと思った以上に渋くてですね昇給が、えっと、去年の11月ぐらいだったんですけどねちょっとうまいぐらいに交渉もうまくいかなくてちょっと会社、ね、あの求めてるものが違うみたいになってしまっていやどうしたものかなっていう形で。 まあちょっとこコこコいらで一発、ね、30なる前に転職しようかなってちょっと思ってしまって、まあまあ、30超えてから転職するとやっぱそれあの結構難易度とかあの求められるレベルもかなり上がってきてしまうのでいやその前になんとか、ね、あの転職してあのうまくいけないものかなっていう形で実は去年の11月から。 去年の12月からですねあのちょっといろいろエージェントとかにお話しさせていただいてあの転職活動をしてたっていう形になりますはいまあそんな感じですねで書類選考だけでいうと50社60社ぐらい受けててで30何社ぐらい受かったのかな書類だけで、まあ、結構すごいいい感じで受かって、まあ、最終的に面接したのは20社ぐらいだったんですけど でそこから何社か泣いていただいて、まあ、最終的に3社ぐらいで最後絞って今の会社に決めたっていう形になりますはいであの一応まだその1年ね通して働いてないので年、ね、収って部分ではあの正直超えられてはないんですけどあのー、まあ1年しっかり働けば、あのー、僕が26の時に描いたビジョン通りしっかりあのお金頂けるような状態まで持っていけたかなって感じになります はい。ちょっとお金の話ばっかりで本当申し訳ないんですけど。まあ一応なんかその僕が演じに始めた時の当初の目標が叶ったみたいな形ですね。はい。まあ。まあそんな感じです。まあその慣れる時間とかも必要で。まあちょっと動画出したいんだけど。まあもともとね、そんなクオリティ高いもの上げてるものともいなかったんですけど。ちょっと今動画を。 ういいいに上げれないようなよ感じです、はい、何言ってんのかよくわかんなくなってきたまあそんな感じでちょっと動画上げれなかったのはまあちょっと自分の目標のためにいろいろ活動しててあのいたっていう形ですねはいまあちょっとあの大会大会あの動画を出してないんですけど引き続きその仕事と、えっと、趣味のねあのパワーリフティングの方もしっかりやって 行ってはいるので、ちょっとあのまた動画は近々復活するので、ぜひ楽しみにしといていただければなっていうふうに思います。まあ、多分今週頑張ってあげます。この動画も。はい。<laughs> まあそんな感じでまあ最後なんかうんなんだろうね。まあいろいろありましたけど、なんだかんだ頑張ったかじってもう今日かなったかなって形です。はい。 なんか自分のご褒美でも買おうかなって感じ。ま、そんな感じで、はい。引き続き頑張っていきますので、ぜひ応援よろしくお願いします。ではまた。